防地番書跡は、江戸時代のビンゴ国防地峠において、ビンゴ福山藩と芸州広島藩との反社会に置かれた福山藩側の番書跡。現在の広島県尾道市高須町にあたる、直防止峠とも呼ばれる、2015年現在文化財未指定。防地峠、福山広島西国街道の宿場と防地峠周辺中世までの産業道は、 尾道の北側の内陸部を通っていたのを、江戸初期秋国、ビンゴ国双方を治めた広島藩主、福島正則は慶長7年に松塾を設け禁制、山陽道を沿岸部に移した。現那5年生息が開役された後、広島藩には、戸様大名浅野氏が入法、新たに福山には、西日本の戸様大名への防衛拠点、最国の鎮影として、 不代大名が置かれることになり水野市を入法し、福山藩が起こる。こうして、福山藩と広島藩の藩境となった西国街道の傍地峠において、現那5年に、関所が設けられそれぞれの藩によって番所が置かれた。当時の主要道である西国街道にあった関として、大名行列、旅人など多くの人々が通過したと考えられている。 元尾の道市西久保町にある少年寺は当時峠を越えて広島藩内に入った旅人の休憩場となり境内の井戸は延命と呼ばれ旅の疲れを癒した。母親戦争の際には旧幕府軍側となった福山藩に対して新政府軍長州藩は尾道から進行しここで双方が睨み合ったという明治四年廃藩地検によって役目を終えた。現在 広島藩の藩書は取り壊されており、現存するのは福山藩の藩書のみになる。当時の藩書建物がそのままの姿で残るものとしては、土佐藩の旧立川藩書書院と丸亀藩の旧丸亀藩石膏藩書、土歩地番藩書跡の3カ所のみと言われており、さらに移設せず、峠を見下ろせる位置に現存するものとしてはここだけと言われている。 民間で所有されており、1970年代までは使用されていた。当時の道標は、双方ともに残っており、道路を挟んで、東側が福山藩の樹勢東福山領、西側が広島藩の樹勢西芸十両の石標になる。広島藩側が少しだけ大きいのも特徴。現在文化財登録はされておらず行政支援はされていない。 地元団体、某置番所保存会が、説明看板設置や建物の保存活動を行っている。民家であるため見学には注意。駐車場なし。ありがとうございます。